佐藤さんはですまるで他人事のようにこう記述してるんですね。この部分を読んだ時にはまたちょっと正直驚きました。事故調におけるその原因調査の姿勢や、それにおける推定要因の根拠があまりにもいい加減だったからです。セクション48における最終強度は 1.5 プサイ、まずはプレッシャーリリーフドアが1.0 プサイから 1.5 プサイで開き、圧力を機外へ逃がします。墜落する最後まで全面破壊はされていなかったことになります。されていなかったことになります。前回の流れでもあるんですけども、大河原宗平さんの話をしましたけども、驚きの証言いろいろありましたけども、まあ事実であろうと、でただツイッターの方で渡辺健太郎動画のことを書かれてまして、これは私のミスなんですけども、新聞社から電話があったと7時過ぎとかに言ってましたけど、あれは新聞社じゃなくて報道機関、ある報道機関みたいな方が書いてましたね。ですから新聞社じゃなかったんでしょうね。放送局なのか何なのか、公式よりも早い段階で大河原さんは連絡をもらったと、はい、でそこから手配をかけたわけですよね、はい、消防とかに。でその電話がかかってきたのを田中さんは新聞社というふうに説明してましたけど、大河原さん、宗平さんから直々に訂正がありまして、あれは報道機関であるというところですね、訂正させてもらいます。はい、でそれに関して、結局ですね、もう6時50分とか、まあ、いわゆるテロップが流れた時間に、マスコミの人たちっていうのは情報が入ってこないんで、いろんなところに問い合わせをしてたみたいなんですね。飯塚聡さんの本にも、上野村の方にテロップを見た人たちが役場に集まって、7時10分には防災無線流してるわけですけども、その段階で同じ本の中に、いわゆる新聞社から、今度は新聞社ですね、どっかそっちの方に落ちてるっていう情報はないかと、マスコミからそうやって電話が7時過ぎにあってるわけなんですね。つまりこれは松幸純一さんのブログにも書いてましたけど、官邸が大荒れしてたわけですね。で平沢さんの控え室というか、そこにはもう記者が殺到してごった返してたわけなんです。ですからもう7時過ぎにはもう情報集めのね、マスコミですから、記者ですから、当然するわけです。で情報がなかったんで、大河原さんのところにも電話があったわけで、群馬県警に電話があったのは役所警察庁から電話がある前に、そっちで何か落ちてるって情報ないかっていうのを、情報が入らないんで電話があったわけですね。ということはどういうことかっていうと、いわゆる本来早く情報を出すべき警察庁なり、警視庁なり県警なりが情報をなかなか出さなかった、出せなかった。そこで記者たちは、なんだ一体、テロップだけ出てるのに、はい、情報が出回らないから、おかしいと思ってたわけなんですね。それはまさに露木純一さんもそういうことが書かれてますけども、何分待たせるんだという感じで、その情報がまとまっていかないと。それでみんなあちこちに知ってあるであろうようなところにいっぱいかけまくったんですね。その中で大河原さんが電話を受けた、群馬県警のですね。ですからこれはそういうことを言われてますし、それは事実だと思うんですけども、当然のことをしてるだけなんですね。連絡を受けたんで機動隊や消防に連絡しましたと、別に特別なことじゃないわけなんです。やるべきことをやってるだけなんですけども、元県警本部長川村和夫さんによると、群馬県警に墜落の一報が入ったのは19時20分にあったとし、これが公式記録とされているが、実際に群馬県警に一報が入ったのは19時過ぎで、その電話を取り各所に連絡したのは私だと大河原宗平さんは告白をした。だからもう、前回も言いましたが、あべこべな状況だったわけですね。ですからこの方は正義感の強い方、モラルの高い人だと思うんですね。ですからそういう黙ってられなかったっていう、ですからじゃあ群馬県警全部を敵に回してこんなことやってたかっていうと、そうではなくて、あくまで間違ってることに対して言ってるんであって、要するに文句言ってるのは、河村さん本部長であるとか、あるいは先に帰ろうとした人間であるとか、それを名指しでサボタージュに関して言ってるだけで、実際には同じ文面の中にちゃんと機動隊の方とか、すぐに動いた方、迅速な行動した方の名前もちゃんと書いて、そういう立派な警官がいっぱいいたということも書いてるわけです。ですから正しいことをしたいわけなんですね、この方は。曲がった人間は嫌いだということですね。であくまで人命救助が優先されるんで、もう消防と機動隊、
すぐ動けるように準備をしたと、うん、これはたびたび書いていらっしゃいますけども、納税者である国民が雇い主なんであって、我々は国民に奉仕してるんだという、もうそういう原則で動いてるんですね。これはもう事実関係は私は知りませんけども、うん、裏金を作ってたということに関して不正を許さないということですね、うん、そういうあの情報を掴んでしまって、うん、それを普通の人は知らんぷりすると思うんですね、うん、出世もあるんで、うん、でもこの方はそうじゃなかったということですね、うん、ですから、まあ、日本全国のこれはまあ何が言いたいかというと、警察がみんな悪者で、まあ、これまでも出てきましたけども、うん、おそらく渡辺健太郎動画っていうのは自衛隊を攻撃したいんだろうとか、なんかそういう、ね、誤解をしている方がいらっしゃるかもしれませんけど、うん、間違ってることに対して言ってるだけであって、うん、あくまでこのモラルの話をしているわけであって、うん、これは大河原総平さんが撮ってることと同じことをやってるだけなんですよ、うん、ですからこういう正しいことをやってもらってる方がいると非常に分かりやすいんですけども、うん、もし時間稼ぎ、そういう時間の操作をしてるんであれば、そのことについては指摘しますし、警察の中でこうやって頑張ってた方がいれば、その方についてはそうちゃんと言うわけであって、誰かを貶めて誰かを持ち上げるという意図はないということですね、あの渡辺健太郎チャンネルにはですね、はい、ですから非常にこういう方がいて勇気をもらったというかですね、ですからそういう見てる方も非常にその少数派というかですね、普通は知らんぷりするのに、こう立ち上がった人がいて自分は冤罪を吹っかけられて、あの警察辞めざるを得なくなったんですけども、あのそういう戦ってる人っていうのがいて、もうどうしてもその分断されちゃうわけなんですよ。正しいことをしてる方が分断されて変な人にされちゃうという、あいつは頭がおかしいやつだみたいな移り方をさせられますよね、はい、ですから、で大河原さんがよく使ってる言葉に集団ストーカーがやってくると、つまりこれはもういろんな嫌がらせに合ってるということなんでしょうけど、例えばこれまであの青山瞳子さんに関してもそうですし、あの吉原幸一郎さんに関してもそうだし、だけども、まあ、いわゆるなんていうかバカにするような空気とか、うんうん、いろんな人がマイナス情報をどんどん持ってきて、うんうん、いわゆる貶めようとするわけですね、うんうんうん、まあ、それがまあ集団ストーカーということだと思うんですよ、うんうんうん、まあ、似たような構造であるなと、うんうんうん、でこれはどこでもあるんだろうなと、うん、でそういう人たちがいることによって、うん、例えばマスコミの人、うん、黙っちゃうわけですね、うん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 、もしそれ本当のこと言っちゃったら俺はクビになるぞと、うんうんうん、同じようなことが起こってるっていうことなんですよ、うんうん、ですからどうしてもスポンサーがいるとか、うん、雇われてるとか、うんうん、そういう生活絡みお金絡みのことになってくると、うんうん、まあ、これは直木マンさんね、あの動画ありましたけども、うんうん、やっぱ彼らも渡辺健太郎動画でやってることまではやっぱり生きにくいんじゃないかなと、うん、いわゆるこの人たちがやってくるから、うん、なるほどなるほど、うん、やったらすごいですけどね、うん、深いところまではいけないと、うん、ですからいわゆるそういう騒ぎというか、うん、集団ストーカーがやってきて、うん、あの悪口、うんうんうん、場合によっちゃ身の危険とかですね、うんうん、そういうことになるとまずいから、うんうん、やっぱりそこまでの動画は作れないと思うんですね、うん、多くの場合は、うん、ですからそういうふうにして、うん、いろんな情報が表に出ないようになっていると、うんうん、ですから大河原総平さん あの発信している情報っていうのは、うん、もう少しちゃんと書店に並ぶような形で、本屋に並ぶような形でとか、うん、表に出るべきなんですけども、うん、なかなかその出されないわけなんですよ。そうですね、出版する側もね、あ、それは青山さんのこともそういうこと言われてましたけど、うん、妨害に遭うわけですね、うんうん、ですからこれに関して、まあ、一つのモデルがあるなと、うん、正しいことをして、うん、当たり前のことを言ってやってると、うんうん、集団ストーカーがやってくると、うん、妨害されちゃうってことですね、うん、ですから昔っていうか、その例えば集団ストーカーというのはどちらかというとインターネット社会になってからのことが多くなってるわけなんですけども、例えば吉備元子さん、原告、あの遺族の原告の吉備元子さんに対して、あの川村和夫さんが転勤になって近くになったことによって電話をかけてきて、監視してるぞみたいな、あれは集団ではなくてあくまで個人でそういう圧力をかけてたわけですね。
で川村和夫さん本当亡くなった方に対してね、あの別に誹謗中傷してっていうんじゃなくて、これ事実関係の話してるんですけども、うん、角田四郎さんの出版社と角田四郎さんに対して注文をつけたわけですね、うんうん、嘘をつくなと、うんうんうん、いわゆる一警察関係者が、うん、まあ何というかそれ以上のことをしているというか、何というか個人でやってんの、そしあのなどういう理由で誰からか言われてやってんのっていうところがあって、いわゆる集団ストーカーとかそういう以前にあのまあそうやって個別に圧力をかける人が、うんうん、まあ、いたわけですね、うんうんうん、インターネット社会の前は、うんうんうん、で今はそこまでやらなくてもインターネットとかでそういう情報を広められるんで、うんうん、この集団ストーカーっていうことになってくると思うんですけども、うんうん、ですからまあマスコミ、うん、まあ多くの場合最近の場合はマスコミが金をもらってるのか分かんないですけども、うん、そういう圧力をかける場合の最先端にいたりする、うんうん、あとはどういう人たちなんだろうっていうやつがインターネットで書き込みをしてるとかですね、うんうんうん、これはですねやっぱ2010年ぐらいから特に変わったんですけども、うんうん、あの2010年に青山さんが本を出されて、うんうん、宮島邦子さんも御巣鷹堂を生きるって本を出しましたけど、うん、でその翌年に地震が津波があったわけですけども、うんうん、そこでガラリと民主党政権の時代にあの遺族の方は諦めちゃうわけなんですね、あのいわゆる強気だった人たちがその解説書っていうのを2011年に出てきたあの前後で、うん、いわゆるもう追及をやめちゃった、うん、多くの人がで今につながってるわけですけども、まあ、それは集団ストーカーではないなのかもしれないし、いろんな圧力があったと思うんですね、うん、でこれはまあ非常に言いにくいんですけども、まあ、遺族の方で諦めてない方もいて諦めてる方もいるわけですけども、うん、もしね、うん、もしあの吉備さんはああやってまっすぐな方で、なんていうか人を見る目がある方で、うん、例えば共同通信の方が変な私から変な話を聞くために、うん、誘導質問してるなっていうのを理解して、うん、それであんたたち何考えてんのみたいなことは言うわけですけども、うん、同じようなことが、うん、今あの2010年までは戦ってた人たちにもあったんじゃないのかなと、うん、嫌な思いをしたと、うんうんうん、もうこれ以上嫌な思いはしたくない、うんうん、まあ、あるいは、まあ、あの証言ありましたけどやっぱ裁判というのはお金がかかるとかね、うんうん、いろんな理由があったと思うんですけども、まあ、どこまでやれるか分かんないんですけども、うん、誰が意図あの黒幕というかこういう集団ストーカー、うん、個人でやってるっていう例もあるとは思うんですよ、もちろん、うんうん、誰が差し金をしてるのかなと、うんうんうん、だから今個人が見えないんですね、うん、昔は川村さんみたいなそういう人がいたわけなんですけども、うんうん、今はネット上で会ってきて、たまにその出版社名がチラチラとかあの会社名がチラチラ出ますけども、顔が見えないですか、ね、見えないんですよね、うん、で今回まあ裁判も妨害があってるようなことだと思うんですけども、うんうん、あれも誰がじゃあやってんだろうと、うんうん、いうところが非常に見えないんですね、うん、まあ、これは、まあ、分かる、あのなかなか私たちみたいな人に、うん、言うことはないかもしれませんけども、うん、もし真相究明をまだ諦めてなくて、うん、その何かそのこういう情報ですね、うん、あのどこが誰にそんなことをされたとか、うんうんうん、こんな目に遭いましたとか、うん、まあ、悪い情報だけじゃないので、いい情報も含めてですね、うん、なんか情報を提供いただければなと、うんうん、もう一回一緒にあの真相追求していきたい、うん、いけたらなというふうには思いますね、うんうん、で結局、まあ、分断、遺族は分断されちゃったわけなんです、うん、小田さんみたいに吉備さんみたいに戦ってる人はいますけども、うん、分断されてしまってると、うんうん、で分断された側は戦って人がどんどん少数派になってきてるわけですね、うんうんうん、で、まあ、大河原さんも少数派なわけですけども、うん、まあ、頑張って戦ってらっしゃると、うん、でそのいわゆる世界的にもいろんな分断とかいう言葉がね、あの、うん、進んでますけども、何か少数派が少数派じゃない側、うん、何かそういうもうあらかじめ決められたこういうふうになりますという体制側っていうんですかね、うん、それに逆らえないような状況にいろんなところで見えるよなと、うんうんうん、マスコミなんかを見ててもですね、うん、例えば昨日あたりからプーチンが
ウクライナに攻撃をしてますけども、はい、日本での伝わり方っていったらなんかプーチンが侵略者みたいな感じで扱われてるなと、まあ、それぞれでしょと、NATO っていうかね、ウクライナと、あの別にプーチンが正しいことをしてるとは思いませんけども、あのそれぞれの事情があるわけで、日本は確かにアメリカと同盟国でありますけど、個人が思う分っていうのは、そのプーチンの言い分とかを聞いてもいいわけなんですね。なぜあの、まあ、攻撃をしないといけなくなったとか、いうことに対して一つの情報というか価値というか、あの方向にどんどん誘導されちゃうというか、そういう感じがするんですよね。まあ、話が逸れちゃいますけども、ですから今回ちょっと大河原さんの話が出たんで、そういう、あの分断の仕組みについて、こういう分断がありますよっていうのをいくつか例を出して、また書き直してからまた後でお話しします。わ、かりました、木村太郎さんのこと、しかも NHK 出版です。 NHK の出版社がニュースセンター九条を辞めたのは昭和63年、事故の3年後なんですが、その退職のタイミングで、あの振り返る、この中で事故について触れてました。この日あの太郎小屋っていうのが510スタジオの一角に、そこでまあ一人で考えたいと、腹ごしらえをしてたら、ディレクターか誰か分かんないですけど、行方不明になりました。なぜそういう政権べったりな、特に日光に関、日光ジャンボ機に関しては、もう他と全然傾向が違うわけなんです。どう違うかっていうと、日光を攻撃するわけなんです。日光の体質とか、